プラス30やっぱプラス30だね。いやもうこっちやろな。パチンコパチンコってこと。パチンコってこと。フライオン始まりました。さあ今日はですね、はい、こちらよゲーム糸というゲーム、まあこれはなんか最近流行ってますね。これ俺めちゃくちゃやりたくて、はいはいはい、これ面白そうね。なるほど。あのまあ、ルール、まあ、知らない人もいると思うんですけども、あの、まあ、ここ1から100までの数字で、はい、ランダムに4人ずつ1枚ずつ、うん、配ってですね、はい、あるテーマがあるんですよ。例えばその動物の大きさというテーマがあると、はいはいはい、まあ、100を持ってる人は例えば何やろ、ま、もうマックスでいないスクジラ、ね、そうとかね、最大の、はいはい、一夜と一夜と、ミジコアリとか。ああ、なるほどなるほど。そうそう、それをそれを最終的に、あの俺はもう絆あるから、はい、まあこいつこの何点ぐらいの、だからその言ったので想像するってことや。そうそう、うん、じゃあ一回動物やってみよう。動物の大きさやってみよう。オッケー。あー、むずいむずいだあー、でもこれはおおじゃあ、マンモス。おぉ、マンモス。なんでゾウじゃないの。確かにマンモス、ゾウでもマンモスってゾウよりでかいよな。でかいと思って、でかいよな。そうやな、それだ、それだ、それそういうことだね。サメ。おぉ、サメ。おぉ、じゃあ俺それやったらあれはいけそう。アライグマ。おぉ、わかりやすい、わかりやすい、わかりやすい。俺めっちゃどうしよう、分かれへん。これ大事よ、ここ大事の大事よ。カバーおわー、ここはサメとかここもね、サメとかカバーは、お前カバーどっち上。じゃあまあまあ、俺がこうで、いや、俺は多分もう、こうなったら一番ここやわ、うん、俺、多分こっちの気がすんだよな。ほんまに。ああ、そう、多分。じゃあ、発表していきますか。みんなのズレも分かるからね、ここで。あ、そうやな。ちょっとむずいわ、これは。これちょっと自信あるわ、俺。多分これより下だよね。25です。25でアライグマ。真ん中が多分カバーとかやったもんね。50が。54です。おー、ほら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 。いいやん、いいやん。そうそうそう、50はそれぐらいやと思う。うん。テイさん。82。おー、ちょっと待って、サメ、サメは82か、もっと下やろって。サメ変だ、サメ変やね。俺ら3人は割とうまい子に余ったね。カバーぐらいちょうどよかったから。俺50がカバーやね、自分の基準で。ああ、よかったよかった、それなる。なるほどなるほど、なるほど。オッケー、分かった。今回ちょっとそうね、素晴らしいの魅力とかでやってみたいなと。ふるさと、まあ僕ら、一応松原市の親善観光大使としてそうなんですよね、やらせていただいているんで、やっぱちゃんと貢献したいとかなと思う、やっぱ確かに宣伝も含めて。そうね。じゃあ松原、僕らの地元大阪松原市の、まあ魅力というか魅力を1から100のこの中でやっていく、はい。何番を抜くか、これ結構大事やからね。頼むぞ、これ頼むぞ。うわー、低い。あー、マジか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ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 。じゃあまあちょっとよく言いやすい人とか、なんかめっちゃ人がいて、大判断基準、俺判断基準は分かりやすいな、そういう。そうや、逆に一回言ってもらおうか。うん、俺、ライフスタイル知ってたよな。知ってる。その上での、まずからの、うん、もちろん。マルハンがある。パチンコ。パチンコや。パチンコや。まあまあ。いやでも、マルハンやろ。そうやな。マルハンやろ。マルハンは、世界の中でのマルハンやろ。パチンコでも一応もう超大手ですよね。超大手で、まあ、松原にドーンとでかいところでかいですから、はいはいはい。西崎なんか政治の中でのマルハンってことで判断します。そうね、政治の中での魅力。ただそれはちょっと魅力ポイントに入るんかな、もう。ちょっと、俺それすらわからん、もう。判断基準に入れてもらっていいじゃん、俺のやつ。そうそう、自信ある人がいい。自信はないけど、判断基準としてわかりやすいから。オッケー。オタフク。うわぁ、でも
もそれならいける。あ、俺ってことはここかぶってる可能性がある。駄菓子屋があるんですよね、僕らの。みんなが行ってたおたふくっていう駄菓子屋さん、はいはいはい、やっぱ昔ながらのああいう駄菓子屋さんも、ね、あの存在してるっていう意味ですね。この判断基準、松原市ってでかいからね、いろいろあるから、それいっぱい宣伝することもあるよ。え、ほんまに分からんわ。どうする？俺行こうか。俺行ってもむずくなると思うね。いや、でもお互いが結構むずそうやな、そう考えたら。え、結構高得点のところ行き、ちょっと待って、これマジでむずい。ちょっと、さっき言って。いやいやいや、俺ほんま難しい。いや、分かんね。おたふくやろ？おたふく、まあまあ。じゃあ、どうしようか。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。あー、ちょっと待ってよ。いやでもやっぱ俺お政治が分からんわ。政治分からん、マジで政治分からん。山村隆太が生まれ育った。どうちょっと待って、むずいな、ちょっとむずい、むずいな、一番むずいぞ。フランプール山村ボーカルの山村隆太が生まれ育った。マジ、マジ、ちょっと待って、マジ数字似てるかも。イメージだけだって高そう、数字見てるよりはなんか俺高そうに見える。まあちょっとそれはでもフランプールではないから。ちょっと待って、あ、ね、ちょっと待って、山村隆太が生まれ育った。ちょっと待って、めっちゃ難しい。いや、むずい気づいた。これはむずい。オッケー、わかった。いきます。天王寺という、あの、アベノハルカス、アベノっていう、今でいう、あの、今ね、日本一のビルが建ってる。建ってますね。あそこに、準急一本。松原市から天王寺まで準急一本。はい。会社で。一本、そうです。そうです。10分。10分やな。行けます。え、それあんまり高くないな。じゃあ俺が一番。10分で行けます。10分で行ける場合、一回変わるか、10分で都会にアクセスが便利。で、俺は多分ここと思うよっていうところ。俺多分ね、ここ政治が、ま、俺多分ここ多分和樹よりは上なんよ。ここがむずいな。ここや。ここむずいな。いや俺ハンパー多分じゃん。いや、むずいな。いや、これマジハンパーを言っててほしい。小倉さん次第っすよ。俺もマジで何点でマルハン言ってるか。マルハンと思う。これ、いや、場合によってはほんまにちょっと怖いよ。でも、マルハン、そういう世界でしか生きてなかったから。いやじゃあ、え、一番上？あるかも。あるかもな。でも、それ一番上にしたくないのよ。まあまあ、確かに。反応対象として一番上にしたくないのよ。まあまあ、私の気持ちはわかる。確かに。だからここら辺に寄りたいなって。自分的にはどこと思ってるの？それが大事じゃん。自分って多分。ここ俺らの思う感覚でプラス30点ぐらい、うん、やと思ってる。で、やっぱここや。そうだね。絶対政治より下は。よしよしよし。下は今。よし。じゃあまあこれで、まあ俺絶対当たってると思うから。オタフクやろ。オタフクやろ。駄菓子屋さん。うんうん。まあ、すごいいいけど、うん、まあまあまあ、まあまあ、そういうことです。まあ、古き良きやけど、そうね。みんな好きやけど、うん、まあ、町の魅力としては。まあまあまあ、まあ、ローカルからね。いろんな町からね。まあそういう小さい駄菓子屋さんということで、7です。めっちゃちっちゃいな。めっちゃちっちゃいな。もうちょっと、もうちょっと、20ぐらいだと思う。俺40ぐらいだと思う。いや、俺も3、40。俺2、30ぐらいだと思ってた。いや、タンク7ぐらい。7はもっと下やろ。いや、で、まだ7やったら、そうやな。海鮮池の緑がすごい緑。ザリガニ釣れるとか。そんなレベルぐらいでいってほしいよな。じゃあ、俺では。いいですか？いいよ。え、ちょっと待って、カズキそこやったら、ちょっと違う。え、俺はだ。何だっけ、まあ、都会に10分、ね、都会に10分天王寺までね、これで便利。ごめんなさい、53、まあでもなんかいや、まあ、いけそうじゃんぐらいやろ、ぐらいやろ、松原の、いや、はいはい、便利っていうところで便利な、めちゃくちゃ便利やねんけど、まあもっといいところはあるやろな。そうね、でもマルハンがあるっていう政治の青い、そうね、そうね、そうね、どっち、まあ俺そうだ、でも知ったからまあもう、俺はもうやっぱしょっちゅう行ってたよ。そうやな、当時ね。そうそう。で、結構大きなお店やしょっちゅう行ってた。しょっちゅう行ってたのもあるけど。はい。88です。だやっぱりやっぱりアッパプラス30だね。え、こっちやろ、パチン、パチンコ。パチンコってこと？パチパチ。パチパチか。でかわ、その発想で。いや、これは、マカワさん、ちょっと。いや、これ、松原市に怒られるで。88で何を松原って。いっぱいあるから、そんなもん。だから、それがまず出しますよ。最近出たそのセブンパーク。ない。そうそうそう。俺が出していい？とりあえず。
僕これが84なんですよ。山村隆太の生誕の地。おお、嬉しい嬉しい。結構評価した。高いで高いで。まあ見てくれてるところはしたらそうね、一応違うよこれ、松葉の宣伝になってない。いや、もうちょいこうしたらよかったから。まあフランプールが全員とか言ってくれてもよかったし、まあ、そうやな。結構だってこれ高いよね。88はセブンパークとかね。最近俺知らんのよ。そうよ、結構あるよ。これ何年かもう。いや、ここまで行ったらめっちゃ答えやすい。今回何でもいいもんな。うん、上のやつ。西野七瀬さんが松原高校行ってたとか。そんなんで。そんなんで。鹿児島へ。鹿児島へ。それなんかふわっと知ってるわ。そうやな。うん、そんなんで。だからその俺は大御所の人たちいっぱいいるから、その中でフランプールでしかもヤンブレやからこれにしたい。ああ、それは確かに確かに。もっとなんかあったな。ちょっとそこマルハン来られたか。マルハン来た。これ観光大使も撤収のか。魅力のマルハン。そんなことないんですよ、松原は。でかいセブンパークっていうところにも統合シネマが入るからね。すごいよ。これから。そうよ、バイオみたいな、でっかい。山崎パン工場もあるし。そうよ。教習所も温泉もあるし、悠々極楽あるし、教習所もあるし、教習所もあるよ。魅力なんか山ほどあるのに。もね、走ってて、いろいろ。そう、悔しい俺な、なんか。もう、悔しい。めっちゃ言いたかったのに、788言いてたらな。もう、愛がもとか。簡単やったら。金網とか。そうだね。金網とか。鳥骨とか。松原は、魅力で溢れてるんですよ。これは、なんとも。松原リベンジしなきゃ。そうやな。もう一回やろう。これは、ちょっと勉強してみて。松原勉強してたら、もう一回。申し訳ないわ、ちょっと。はい、というわけで、フライオンでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。松原来てくださいね。松原最高です。元気でございます。